2本目のコーナーキックです。先ほどはショートコーナーでした。今度は今新山がペナルティアークの外にいる選手たちにもっと前に出ていくと話しています。澤と坂口、さらに河村もいます。ここは宇津木に当てて変化をつけて遠いところ折り返した。難しいボール。